翼のない天使第9章企画原作清原敏夫声の出演ゆゆ数日後の夜クラーラは仕事を終え一人公園で休んでいました夜遅い公園には誰もいません夜空には大きな月が浮かんでいますクラーラが思っているのは いつも1歳の時に別れたバイオラのことばかりですあの子は今どうしているのだろうマティアさんは娘を大切に扱ってくれているだろうかまた手紙を書いてマティアさんへ送ろうかしらバイオラあなたを一人にしてごめんなさいその時公園のどこかでニャー 猫の鳴き声がします黒猫が噴水の影から現れクラーラの足元に近づいてきましたそしてじーっとこちらを見つめていますクラーラも黒猫を見つめてま、かわいい黒猫ちゃん魔女の使いじゃなければいいけどクラーラが黒猫を見ていると黒猫の後ろからぼんやりと ブロンドの髪の髪女性が現れましたクラーラは驚きましたこの世のものとは思えない形容しがたい美しい女性でした女性の足元に黒猫は寄り添いました女性は優しい声で「あなたがクラーラさんですね」クラーラは寒さも忘れてただ美しい女性を見つめていましたが あ,あはいそうですがクラーラはゆっくりと答えました女性は黒猫を抱きかかえると私は月の女神ディアーナと言います今日はあなたとあなたの娘さんについて良いお知らせをするために地上へ降りてきました驚いているクラーラを見つめながら ディアーナはゆっくりと話し始めました私の妹からあなたの娘バイオラさんの様子を伺いましたバイオラさんは寂しがり屋であなたに会いたがっている様子ですクラーラはびっくりしたようにディアーナ様の妹さんはバイオラを知っているのですかあなたは一体どなたなのですか 月の女神様って一体ディアーナは笑顔で月の女神は皆様の愛や優しさの奥に住んでいるんですよだから誰でも魂の神聖に気がつけば自由な天使になれるのですクラーラはどういうことなのかわからず何も答えられませんでしたディアーナは静かにクラーラを見つめてクラーラさん お伺いいいしてもいいですか娘さんに再会してみたいと思いませんかクラーラは恐る恐る答えました娘にもし会えるのなら会いたいですでも戦争で夫を失い私は1切の娘をマティアさんのもとへ預けてきてしまったのです戦争とはいえ こんな情けない母親を娘は許ししてくれるでしょうか。そんなに自分を責めてはいけません妹の話では娘さんはあなたに会いたがっているようですクラーラは本当ですか娘の本心がもしそうなら本当に嬉しいけれどでも今の私にはお金がありません娘を引き取っても 満足な暮らしをさせてあげることもできないのですクラーラは涙をこぼしながら言いましたディアーナはクラーラの様子を見ていましたがやがて「クラーラさんお金の問題ならあまり心配することはありませんこれを見てください」そう話すとディアーナの手が光り青い美しい花が現れました この花はルナフラワーと言います。月の光を浴びると咲く地上にはない花です。月の恵みをいっぱいに受けていてこの花を乾燥させて炊くと部屋はたちまち月の恵みで輝き神聖な空気に包まれますクラーラは驚いてディアーナとルナフラワーを見つめていましたそしてゆっくりと口を開きました あなたは本当に月の女神様なんですねディアーナはうなずくとこの花の種をあなたにあげましょう育て方は簡単です夜に種をまき水を与えるだけあとは月の光を浴びると自然と咲きます神聖な花なので教会や王室に飾るといいかもしれません月の恵みで空気をどんどん浄化してくれます 地上でこの花を育てているのののは私の妹だけですから、どここにもありません。この花を育てて売りそのお金で娘さんと暮らすと良いでしょうディアーナに抱かれていた黒猫が飛び降りクラーラのそばに近づくと「にゃーにゃー」ゃーと何度か鳴きましたディアーナは嬉しそうに「あら 黒猫くんもルナフラワーの花屋さんは素敵だと思うのかな黒猫は黙ってクラーラのそばにすり寄ってきましたまあこの黒猫は月の女神様の飼い猫ですかこの子は冬の夜に拾ったんですよかわいそうな子ででも優しい猫なんですディアーナはクラーラに近づくと黒猫も クラーラさんが気に入ったようですね。あなたにルナフラワーの種を渡しておきましょう。そう言うと手が光って革袋が出てきました。中にはキラキラと輝くルナフラワーの種がたくさん詰まっていました。地上にはない月の恵みの種です。大切に育ててくださいね。ルナフラワーの種を受け取ったクラーラは頭を下げ、 月の女神様本当にありがとうございます大切なこのお花を育てられるかどうか分かりませんがやってみますディアーナは笑みを浮かべ <laughs> 何も心配はいりませんよ強い花ですから水と月の光を与えていれば自然と咲くでしょうでもそれだけだと少し心配ですからこれも差し上げましょう ディアーナが指をパチンと鳴らすと、足元に小さな青い石がパラパラと夜空から落ちてきました。月の光で石畳はまるでサファイアが散らばっているように青白く光っています。ディアーナは、この青い水晶のような石は月のかけらです。神聖な奇跡で魔を振り払う力があります。この石をアクセサリー屋さんに持って行ってください。 きっとといいい金額になると思いますそしていつか娘さんと一緒に夜に開店する月の花屋さんを開くといいでしょうクラーラは夢を見ているかのようでしたその頃隣国エミリアーノ公国ではクレメンテ・エミリアーノとガデヤの指揮のもとルーセント連邦に軍事侵攻する準備を始めていました大砲や弾薬が増産され 武器庫に運び込ままれていますンガーン,ガーン兵士たちは大砲射撃の訓練を行っていますクレメンテ・エミリアーノは満足げにやっと父上の敵を撃つ時が来た電撃戦を仕掛ければ2週間程度で失った領土を取り戻すことができるだろうクレメンテ・エミリアーノの側近となったガデーヤはいよいよ 決戦の時ですね。あなたがこの国の支配者として指揮し国を反栄に導いていくのです2人は静かに笑い合いました次回に続く